このタンクも磨きがいがあるの。ホイールはまだてっちんじゃけど、アルコアを今探してもらいおるとこじゃけど、こんな感じじゃな。ケツもな、これ好きなんじゃけどな、なんていうんかな、関東風いうんかな、鉄板で純正のテールを下へつけて好きじゃけどな。テールもなんか買えるみてえな、なんか注文しとるよったし、どっかの運送会社の人が使いようって手放した車両を買うてきたいうことやな。ウイングもなんかこれクリアが何しとんか、ハゲとんか何しとんか、すげえ まだらになって、いいんじゃない、赤塗りシャシーで。このスタイルは好きだけどな。で昨日社長と姫路行ってから、笠井いうとこ行ってからな、洗車機かけたんじゃ。ほんならあんたキャビンの上から水がボタ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 雨漏りしだしてからや、これどうにかせなおえんよな。どっか穴が開いとんか、パッキンがおえんのか。雨降りん時はなそうでもねかったらしいんだけど、なんじゃろな、結局雨は上からなんよな。結局ほいで洗車機って高圧で横じゃ斜めじゃ上じゃからグワーッとくるんじゃろな。そっからこうどっかパッキンとこがビャーッと染み込んで車内がポタ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 垂れてきたいう状態かな。好きなスタイルよな。ほいでグラプロってわし初めて運転したんだけど、運転しやすいな結構。まあ椅子のエアやこは全部抜いてな、わしフーワンフーワンするんが好きじゃねえけ。へえ、でもこれがもうそもそもが総輪エアサスじゃけんな。初めてこうこの四軸の総輪エアサスを乗ったけど、まあ乗り心地ええで、ほんま乗り心地ええけど横揺れいうんかな、ロールというかな、走りよっても横揺れがなんかちょっと今までと違うような感じがして、ちょっと慣れるまであれだったけどな。これでグラプロ言うたらあの吊り下げブレーキなんやな。今まではオルガン式のな、ブレーキじゃったけ、それもまたな慣れるんかな。これ見て、これな吊り下げブレーキな、これがなかなか慣れんかったな。ガクンガクンガクンなるような、普通なこう下から上、わしが前乗られた服装はでオルガン式で足を下へつけてのブレーキじゃったんだけど、今度はもう足かかと上げてのブレーキじゃけ、調整がボーリ難しいよってから。でまあ社長のなんかいろいろ構想があるみてえで、キーホグつけて、ロールバーいうんかな、こう下のステンのパイプがええんかな、そこだけメッキ、まあいろいろ社長も考えるとそこへどんなーって色、わしもよう分からん。これだけ黒でな、顔面も黒で揃えて、でもミラーがメッキじゃろう、じゃけワンポイントで下にステンのパイプを行っても合うんじゃねえんかなとわしはな思うんだけどな。でアルコアを履いてでしたら大体形が決まってくるんじゃねえかなと思うよな。まあ細いけどな、わしあんま趣味じゃねえけど、この何よサイドバンパー、ステンはステンじゃけど3本の縫製のあんまオーバーハングまで作っとるようなけど、あんまりこう好きじゃねえけ、まあまあそれはしょうがねえけどな。まあ下回りも結構サビやこうは浮いてはきょおるけど、な腐っとるような部分はこうあねかったけんな、まあまあだいぶ持つんじゃねえかなと思って思うよな。あとはわしがもう独自でホイールスピンナーつけるぐらいかな。ホイールマーカーよりホイールスピンナーの方がいいかろうな。そしてじゃな、まああれじゃ、天井にはナマズじゃろな、2個
ナマズ風の何かを4つか両サイド2個か、ちょっとそういうような仕様。まあ毎日の連携な。でもなあ、車内も綺麗なし、ハイルーフはやっぱええよな。ほいでまだ慣れんな、このウインク。キャリアカーにはカメラ、後方カメラいうのがついてなかったけえな。でも便利だな、カメラはな。追い抜きした時とかに左戻るんにな、カメラがあったらすげえ、こんなに便利なんかなと思ったりするわな。なんやかんやボタンがあるけど、もうわけのわからんかったな、これ。全部いろいろ色手は見ようるけど。まあ、てな感じでな。毎日は乗れんのよな、やっぱりな。やっぱりメインは牧場の仕事やけ。朝一搾乳してだな。そっから、まあ、いろいろ取りに行ったり、引き取りに行ったりっていう仕事にもなってくるんだけど、この10トン乗れるわけでもねえよな。4トン乗ったりもやっぱするし。これでもトラックに乗れるっていうことはもう変わりがねえからな。まあなんせ牧場の仕事はな、ほんまにしんどい。びっくりするぐらい。わしはもう舐めとった本当に。トラックでほんなら15トンなあ、増トンパラ積みしますよ。一瞬だけじゃが、じゃあねえよな。一日通してなんよな。ちょっとこんなにしんどいっていうぐらい。まあとりあえず仕事覚えるんに、まあバーっとぶっ続けてやってな、今日から2連休もろうたんだけど、まあなんぼか覚えれたけど、もう覚えることがもうたくさんある。もう牛のことに関してもそうじゃし、まあ生き物を飼うってこんなに大変なんだなってしみしみ感じてます。あのペットの動物を飼うのとは違うな、本当に。やっぱり牛もな、ちょこちょこは慣れては来てくれるんだけど、やっぱりまだ怖い。搾乳するときに下へ潜り込んでな、搾乳器をつけるんで、足をバーン上げたらもう手で押さえれんぐらいの力じゃけ、そんなんがアゴやこの木は多分は失神するんじゃないかなと思ったりするよな、怖え。んでまあ下へ潜ってしょる間にやっぱりな、うんちじゃおしっこをビャーッとするけん、それもやっぱ散るし、それと同時に尻尾を振りゃやっぱり顔にパン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 当たるんやな、おしっこじゃ。うっこついた。なあ、最初はな、うっと思うたけど、もう慣れた。ほんまに。もううんこじゃしっこじゃ夜場合じゃねえけん、ほんま。もうな、慣れねえけん。とりあえずな。あの、牛にも慣れねえけんけど、まあ、匂いにも慣れねえけんし。まあ、わしほんま、すげえ匂いに敏感な人間じゃけん。ちょっと癖があったらすぐえずく。タイプだからやれるんかな、やれるんかなと思ったけど、まあまあまあ2、3日行けば、まあうんこの匂いは慣れて、まあ顔につくんはまあちょっと顔とか腕とかなにつくんは1週間ぐらいかかったかな、うわーっとなったけども、あけんこんなことこんなんでうっと酔ったらごめんな思ってな、割り切れねえけんほんま。それはわしらでもするんやからな。ほんで父を出すっていうことはもう父が出よる時点でもお金を生んどるわけじゃけんな。まあベロベロベロ舐めてくれるし、まあなんせ拳が可愛い、ほんまにな。これな、話すったら長いんじゃけど、まあ牛舎があってな、あの床替えっていうのをするんよ。あの下の敷物を古くなったら変えるんな、綺麗なのに。ふふふかふかのにな、べちょべちょからふかふかに、そのふかふかに変えてあげて、さあゲートをバーッと開けたらもうピョン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 跳ねるんよ。跳ねてからも何言うんかな、嬉しいよっていう体で表現してくれるあの子牛たち、もうなたまらんよ、かわいいってな。ほいで近寄ってきてる、その作業中もずーっと見よるわけよ、わしの方。みんな見よ、何十頭と動く方へ顔が動きながらな、かわいいので近づいたらペロペロ舐めるしな。まあ先輩ガタガタ曰く珍しいらしいわ、いや人間がな。だけその先輩方やこうがやる、俺はもう無視らしゅうて、あ知らん人間が来とるやっとるわっていう目で見おるらしいんだけど、それがまたかわいいんじゃ。まあな、どん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 慣れてもいかねえけん仕事やけ、これからなちょっとまあ
YouTube もどれだけ上げれるか、一日がびっちりじゃけん、なかなか、ほんで帰ったらもうくたびれて酒ちょろっと飲んで寝るような生活じゃけ、どんだけな上げれるかわからんけど、まあ慣れてくりゃ自分にも余裕が出てこようし、時間にも余裕が出てこようし、トラックを含め牧場のことについてもな、上げていけれたらなと思ってます。皆さん、まああんまり牧場のことに興味がねえかわからんけど、お付き合いください。